ポレッチは、クロアチアイストラ軍の都市、イストリア半島西岸にある。ポレッチは、およそ2000年の歴史を持ち、小さなスベチニコラ島によって海から港が守られている。市の人口およそ1万2000人は、ほとんどが周辺に住み、ポレッチ地域全体の人口はおよそ1万7000人になる。市の面積は139平方キロメートルで、ノビグラード近郊のミルナ川から、 南方のフンタナとブジュサルまで伸びる37キロの長い海岸線を持つ。近辺は戦死時代から知られていた。紀元前2世紀、ローマ人のカストルムが市中心部の位置するほぼ400メートル200メートル区画の広さしかない、ちっぽけの半島に建てられた。アウグストステー時代の紀元1世紀、パレンティウムは公式に都市となり、 ローマ植民地コロニアユリアパレンティウムの一部となった。3世紀、この場所はすでに初期キリスト教複合施設を持つキリスト教とコミュニティを抱えていた。パレンティウム司教であり、殉教者の聖パレンティウムノマウルスの聖遺物を持つバシリカが5世紀にこの地に建てられた。476年にローマ帝国が滅び、別の支配者と権力者が治めるようになった。 はじめは、東ゴート王国、539年以降は、東ローマ帝国の一部となった。東ローマの支配は6世紀終わりに終焉を迎えた。788年以後、フランク王国の支配を受けた。12世紀に短期の独立時代を迎え、後アクイレア総主教に支配された。1267年、パレンツォは、 ベネツィア共和国の一部に選ばれた最初のイストリア都市となって、その支配はさらに5世紀以上続いた。ベネツィア時代に、パレンツォにはいくつかのベネツィア風邸宅、広場、宗教施設が建設された。1354年、ジェノバ人の信仰で、パレンツォは破壊された。1363年、町は都市法令を与えられた。 16世紀終わりから17世紀初頭にかけ、人口はペストにより、大幅に減った。18世紀のカンポ・フォルミオ条約で、ベネツィアが衰退した後、パレンツォは、オーストリア帝国の主権に下った。1797年から1814年、パレンツォは、ナポレオン制定のイルリア州の一部となり、名目上をフランス帝国に組み込まれた。短期間のフランス支配後、 オーストリア・ハンガリー帝国に復帰した。1844年、パレンツオトリエステカンに蒸気船の定期航路ができた。1861年からパレンツオはイストリアの県都となり、地方議会、学校、行政、司法庁舎などが設置された。この時期、徐々に町は造船業の中心地となっていった。また、オーストリア貴族に人気のあるリゾート地となっていった。 1902年、レール幅の狭い鉄道線が、パレンツォとトリエステを結んだ。1918年以後、ポレッチは、イタリア王国に併合された。第二次世界大戦中の1943年、ユーゴスラビアがポレッチを占有するようになり、公式に、クロアチア語名ポレッチに変えられた。代々暮らしてきた、イタリア系市民は、退去を余儀なくされ、スラブ人にとって変わられた。 戦後、社会主義化されたユーゴスラビア連邦の一部となったポレッチは、イストリアの他の自治体同様、クロアチア社会主義共和国に属した。この内陸の境界線が、1991年6月のクロアチア独立宣言の際、クロアチアの一部となったポレッチとクロアチア諸都市とを結ぶ道路が整備される原因となった。デクマヌス通りポレッチの気候は、極めて温暖で、 過酷な夏の暑さとは無縁である。8月の1ヶ月が最も暑く、平均気温摂取30度で低湿度である。1月の平均気温が最も低く、摂取5度である。年間日射時間は2400時間を超え、夏季の晴天は1日平均10時間である。海水温は摂氏28度になり、外気温がポレッチよりも高い南部クロアチアの海岸と、 比較しても高い。年間平均降雨量は920ミリで、一定の時期だけ降るのではなく、一年を通して平均的に降る。この地域に吹く風は、ボーラといい、冬季に北から冷たく澄んだ天候をもたらす。夕後または白っ子は暖かく、南から雨雲を連れてくる。夏のそよ風は、陸から海へ向けて、吹きミストラルと呼ばれる。 バレリネの洞窟はイストリアで唯一公開されている地理学上の記念物でポレッチ付近にある。バレリネ洞窟では石順が奇妙な形になっている。石順の一つは聖母マリアに似ており、その他はピサの斜塔に似ている。リムワンはフィオルドに似た全長12キロの入り江でパジンチサ側が海へ向かって大地を侵食して出来上がった。 石英の玉石が時折ここで見つかり、海にさらされる。景色は地中海性の植生が豊富であり、松やウバメがし、姫めいちなどの常用樹のヤブが広がる。数代にわたって、肥沃な赤土が農業に用いられてきた。現在有機農産物の生産が行われ、オリーブ、ブドウ、また丸橋派、ボルゴン派、メルロー、ピノー、カベルニソービニョン。 テランといったワイン用ブドウが栽培されている。道路交通は輸送手段の第一の形態である。ポレッジはイストリア半島他自治体やトリエステ、リエカ、ルブラナ、ザグレブといった都市と接続が良い。最寄りの商業空港はプーラにある。海上交通は過去数世紀より現在の重要性はいささかをとる。海上交通は観光旅行のため主に使用される。 最寄りの鉄道駅はイストラ軍の軍議会が置かれるパジンにある。1902年パレンザナ、またはパレンザナバーンと呼ばれたレール幅の狭い鉄道線がポレッチとトリエステ間をつないで開通した。この鉄道線は1935年まで提供されていた。伝統的に経済活動は常に農業と漁業に結びついてきた。唯一目立つ産業は食品化工業である。 1994年からヨーロッパと紛争後クロアチア全体がそっくり統合され、ポレッジの貿易、財政、情報伝達技術部門が成長した。歳入の第一位は観光収入である。不動産価格はポレッジがイタリアなど旧西側諸国に近いという最上の位置にあるために高い。ポレッジの人口における民族区分は クロアチア人75.4%、イタリア人4.23%、セルビア人3.24%、アルバニア人2.45%である。民族の違う人々が、他民族への寛容の伝統を守っている。旧市街市の平面図は、今も古代ローマ帝国時代のカストルム構造を見せる。主要な通りは、レクマヌス通りとカルドー・マクシムス通りで、 今も古代の原型をとどめる。マラフォールは、二つの神殿のくっついたローマ時代の広場である。高さ30メートル幅11メートルある神殿の、一つは、紀元一世紀に、ローマ神話の神ネプトゥヌスを祀るため建てられた。ロマネスク様式時代から、ある数軒の家が保存されており、ベネツヤ時代の美しいゴシック様式邸宅が見られる。13世紀に建てられたゴシック様式の、 フランチェスコ会派協会は、18世紀にバロック様式に改装されて、ディエタイストリアーナホールとなった。エウフラシウス聖堂は、東ローマ帝国時代の4世紀に原型が建てられ、6世紀に再建されたポレッチの最重要の史跡である。初期ビザンツ美術のモザイク画が保存されている。1997年にユネスコ世界遺産に登録された。 12世紀から19世紀の間、市は、ドゥブロブニクでよく知られるような城郭都市であった。1844年、トリエステの蒸気船協会オーストリアロイドは、パレンツを含む観光路線を開設した。最初の観光ガイドが記述し、描いた市の様子が、早くも1845年頃に印刷されていた。オーストリア及び、ハンガリー貴族が1866年に初めて、 この地域を発見し、オーストリア大公女、シュテファニーが所有するヨット、ファンタジー号で、パレンツォ港にやってきたことにより、広く、パレンツォが紹介された。1867年、オーストリア大公カール・シュテファンと大公女、マリア・テレジアがこの地に休暇を過ごしに訪れた。1868年には、カール・ルート・ビヒ大公が訪問した。パレンツォで最も古いホテルは、 1910年開業のリビエラホテルである。現在、観光施設が意識的に風光明媚な海岸線沿いの3 7トルミルナ川と深いリム湾の間に広がっている。南部には、プラバラグーナ、ゼレナラグーナ、ビーエラウバラがある。観光の最盛期には、ポレッチ付近一帯の人口は一時的に12万人を超える。ポレッチの文化遺産は、市の歴史地区。 博物館や美術館となっている住宅や邸宅で見られるが、数世紀にわたってそうしてきたように、今も、私有の住宅となっているところが多い。シーズンオフになると、クロアチア、スロベニア、オーストリア、イタリアから週末を利用した観光客がやってくる。スポーツ複合施設が展開しており年中、利用されている。1991年から4年余り続いた。 クロアチア紛争で、これら複合施設は、クロアチア各地の戦火から逃れてきた人々の避難所として使用されていた。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。